対戦ファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。今日はホームで敵を迎え撃ちます。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。そしてこちらが両チームの予想フォーメーションです。さあ北澤さん、今日の見どころを一言でお願いします。はい、このリーグはですね、僕も初めての解説になりますから、しっかり話をしていきたいと思います。キャプテンを先頭に入場してきました。さあ選手の入場です。気まぐれな勝利の女神はどちらに微笑むのか。キックオフでゲームが始まります。さあ立ち上がり、慎重に攻めたいところ。ゴケ右サイドから上がっていきます。まあやはり今勝っていかなければいけない中で、リスクを負わないような戦い方をする。その中でやはり立ち上がり、点を取られないようにやっていかなければいけないってことですよね。ゴケ、ここでピッチを離れます。投手、ここで退場になってしまった。バット、巨人陣、ここで投入されます。超一旦後方へ下げます。順調な滑り出しですよね。いや本当にそうですね。関東に、ここで退きます。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。おっと、ミドルレンジから狙った、ゴール。まずは先にゴールを決めた。お、シュー・ユイ、いいところにいましたね。シュー・ゼン、さあこのまま逃げ切ることができるんでしょうか。まだ分かりませんけどもね、今のところ流れは来てる感じがしますよね。タッチに逃れました。いやもったいないですね。カウンターになるか。ディフェンスラインが下がってきています。ゴケ、右サイドを上がります。バット、超仕掛けます。これをツートップに当てた。ちょっと辛そうですね。ここ耐えないといけませんね。テイ、フィールドを去っていきます。あっと打ってきた。これでいいと思いますよ。シュー・ユイ、赤い閃光を見せてくれるか。立ち上がれそうにないですね。大丈夫でしょうか。起き上がれそうにありません。今ベンチが慌てて動きます。大きくクリアします。いいディフェンスでしのぎ切ってましたよね。ゴケ、右サイドの攻撃になりました。入ったー、ゴール。差を広げました。ただいまのシーン、スロー VTR でご覧いただいております。そうですね、これで相手もね、ここからどういう形で出るかですよね。そうですね、ではゲームを見てまいりましょう。ゴケ、倒された。ジョジェ陣、逆サイドのスペースを使う徹底したサイド攻撃ですね。テイ、オーリ、ここでピッチに戻ります。いい形で囲い込んでますね。遠くから行った。ここはしっかりと決めてきました。いやー、このゴール大きいですよ。シューゼン、一旦後ろへ返します。さあ前半のロスタイム、さあ北澤さん、前半戦について一言いただけますか。いいプレーした上で結果も出てますし、完全に流れを引き寄せましたよね。この後の戦いも目が離せませんよ。後半もこの調子を維持すれば、さらに引き離すことも可能ですよ。なるほど、そうですか。超ドリブルで上がっていく。ちょっとつもうしんのっと突撃隊長、見事に突破してきましたよね。ズバッと打った。おっと、ど真ん中狙いましたね。逆にですね、しめしめといったところでしょうね。来た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 。ちょっと余裕の展開になってきましたね。これは読まれていました。ここはカットします。投手退場となります。カウンターチャンス。じりじり侵入していきます。そうですね、攻守の切り替えというか、そういったポイントも早いですし、いいですよ。シュート、ユイ、倒されています。シューゼン、時間を稼ぎます。ここは確実に決めてね、勢いつけたいでしょうね。ゼン、そう、
しが悪いな。そうですね、調子出てませんよね。怒涛の波状攻撃、ゴール。さらにゴールを重ねていく。ゴール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 。ジョジェ人、ここで退きます。ゴケ、倒された。ミドルシュート決めました。ダメ押しの追加点を奪います。これだけ引き離してますから、あまり無理していかないのも手ですよね。カントーン退場となります。テイ、フィールドを去っていきます。それほど問題ないですね。カウンターで来る。シュー、ユー、どうやって守りきるのか。あとは丁寧にいってほしいですよね。どうしてあげましょうか。いきなり打ってきた。まだまだ体力が残っているようです。どうする。バット。いいところ狙ってきた。本当大事なポイントで絡んでますよね。ここで退場になってしまった。一人退場になったことでフォーメーションの変更を余儀なくされております。修繕、守りを捨てろ。今が反撃の時だ。さあ反撃を期待しましょう。もう攻撃的にしていく形しかないですからね。修優、ここで一旦ピッチから離されます。おっと打ってきた。そうですね、多分守りに対して人数をかけようということでしょうね。そうかもしれませんね。おっと、ここで治療を終えた選手がピッチに戻ります。いやー、ガッチガチに引いて守ってますね。しかし左右に展開されても中にしっかりいますからね。おっと、まだ試合を終わらせません。待望のゴール。点差を縮めています。しかし依然大量リードされています。さあどうだ。協力すれば怖いものなしです。素晴らしい連携。もうほとんど時間がありません。ちょっと攻めあぐんでいます。未だ前線に決定的なパスが供給されていません。前走、今日は調子が悪いな。今日は精彩を欠いています。投手、ここで退きます。修繕、時間を稼ぎます。それ、ここはしっかりと守りました。ここで試合終了のホイッスル。安定した試合運びで勝利をものにしました。さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。まずはこの画面から。先制となるゴールを奪いました。そうですね、出花に1点取りましたんでね、その辺の気持ちの余裕が2点目につながった感じですよね。素晴らしいシュートでしたよね。そして今日のポイントとなった場面、あそこはしかし遠目からドカンと決めましたね。彼の今日の出来はいかがでしたか。本当乗ってますよね。素晴らしいですよ。しかしサポーターのみんなも彼に対して期待してるぞというような雰囲気が見られますよね。温かい拍手出てましたからね。最後に猛攻を見せました。何か伺えますか。いいクロスからの攻撃でしたよね。もうワンテンポ早ければ展開変わったかもしれないですけど、惜しいシュートではありましたけどもね。まあ反撃もねそこまででしたけどもね、残念でした。うん、なるほど。どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう。さようなら。